どうもラビチャンネルのザキちゃんです。ありがとうございます。はい、本日も一日始まりましたね。はい、今日もとってもいい天気でございます。あ、お兄ちゃんが車に乗り込んだな。はい、本日ね、はい、10月30日でございます。今日は相馬市民祭りね。はい、で後ろのラビちゃんの方ね、10月30日から11月8日まで休みになりますんで、皆様よろしくお願いします。今日は10月30で相馬市民祭り出発するのでね、今準備してます。はい、でこの連休中にちょっとねイベントごと結構ちょこちょこ入ってるんで、11月3日もあるしね、こっち原の町あっちいち、あと11月の56は JA 祭り、これ南相馬のジャスモールね。よし、はい、じゃあとりあえず準備の方してね、向かっていきたいと思いますね。よし、じゃあまたぞでー。はいよー、じゃあね、はい、車の方に、ね、荷物の方積み込みましたね。はい、皆様おはようございます。はい、じゃあね、お兄ちゃんとママちゃんはね、軽トラックで来てもらって、私はなんかあそこに行く、私はあの、ゆうたくんと一緒に行きます。なんか見えた、あ、見えた、今、海で元気に夢をごちごち。はい、おはようございます。はい、ゆうたも元気でございます。じゃあとりあえずあの、現場の方に向かいたいと思うんで、まだ後で会いましょう。はい、じゃあ行くぞ、はい、よー、じゃあね、現場の方到着しましたね。はいはい、お、マーチョンは先に来ておりました。おはようございます。おはようございます。お、フィースも初めて来てるな。おはようございます、ドクト。おはようございます、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。どうぞ、よろしくお願いします。早いな、おめえ。早いな、やっぱり行った方がいい。どうもお願いします。え、あ、しょうがねえな、お願いされっぺ。まあ今日は天気来てよかったこれ。ああ、頑張っぺ。頑張って。はい。よし。いや、まあちゃん早いな、段取り。昨日シートでよかったの、朝早く来てこれやってくっちゃうんだな。さすが。頑張ってでもできんな。俺いらねえな。はい、まあとりあえず、準備でもね、進めてね。物の方作っていきたいと思いますね。みんなもだいぶ出店者の方も、ね、準備進んでるようなんで、私も急いでやりたいと思います。はい、おはよう。じゃあね、はい、イベントの方ね、始まりましたね。はい、出店準備の方もね、着々と進んでおります。はい、ね、クレープ焼いたり、はい、お兄ちゃんはね、一生懸命リンゴ飴やっておりますね。はい、まーちゃん焼きそば。はい、しんちゃん今日売り子だな。だね、揚げ物。え、揚げ物で売り子な。よろしくお願いします。はい、グッドボタン。え、まだ早くのね。このね、禁止の真似しやがってない。今日経営するのに大阪はだな。今日経営ねえから、お前新人標的にされておじいちゃんだよね。まあとりあえず本日も一日をよろしくお願いします。よし、じゃあマーちゃんも頑張って。よし、じゃあね、とりあえずみんなで頑張りますんで。よし、物作りね、午前中のうちね、午前中か朝一のうちやっとかないとね、お客さん入り始まって一気にダーッと切っちゃうんで、早めにちょっと段取りします。はいはい、いいじゃね、出店準備の方もね、だいぶ揃ってね、品物も揃いました。はいはい、お客さんの方もね、今だいぶ出てきたようですね。今開会式やってるんですけど、お、ゆうたくんがいた。どうも、こんにちは、ゆうたくん。こんにちは。ゆうたくん、そういえばさ、ちょっと来て、今日さ、あっち側に自衛隊の車とか来てさ、なんかバッチとかもらえんだって。行ってみよっか。ん、どうする、行ってみるね。よし、じゃあとりあえず行ってみましょう。はい、あ、な、おんちゃん、なんかよこした。え、3000だってよ、これ。じゃあ行ってみよっか、ね、はいはい、ちゃんとマスク、じゃあね、はい、ゆうたくん連れてね、こちら自衛隊さんのブースですね。はい、ゆうたくんガチャガチャやってるな、これ。へえ、これ18歳以下限定だな。お、何が出ますか。唐揚げ持っていますか、これ。唐揚げもう食っちゃうかな、これ。お、なんだ、何が出たのかな。でしょう、はい、陸上自衛隊。お、すごい、お、すごい、当たりじゃないそれ。ゆうた、すごい、かっこいい。あ、おめでとうございます。あ、もうこれもらったら自衛隊入んなきゃダメじゃん、お前。将来決まった、将来決まったな。へ、はい、こんなガチャガチャ、あ、で中に景品が書いてあるよ、ね、そうですね。あれ、お兄ちゃんはお兄ちゃんもやったらガチャガチャ、うん、はい、ガチャガチャどうぞ。で景品の方がタオルと帽子、あ、いろいろあるな。こっからこっちですね。へ、はい、
なんかこれはこれは写真用かなんかですか。そう、これ子供が来て、でキーホルダー、まあ、車に乗ってそれで撮影したいと。これ素晴らしいですね。ちょっとうちの豊君にもやらせますか。はい、はい、じゃあちょっと撮影できるみたいなのでちょっとやってみますね。はい、はい、今度はね、はい、豊君なんか缶バッチ自分で作ってるようですね。はい、あ、かっこいいじゃん、飛行機のだよ。ほら7番。へえ、こういう缶バッチも選んで作れるんですか、これ。選んで、はい。素晴らしいですね。わ、かっこいいね。かっこいいですね。E1 かな、商品かな。それ飛んじゃうよね。ね。ゆたくん、あと、なんかあっち側にさ、これ模型とかいっぱいあるんだけどさ、かっこいいの。本当だ、気づかなかった。すごいっしょ、これ。気づかなかった。ね、本物みたいだね。雪の時のね。うん、本当だ、雪のとこあるね。あと、あっち側になんか子供用の服があって、あれを着て自衛隊の車で撮影できたんで、やってみようぜ、ね、よし、じゃああっち側行って着替えましょう。よし、はいはい、じゃあね、ゆうたくん着替えしてね、撮影の方してみたいと思います。はい、はい、じゃあね、はい、ゆうたくんの方ね、自衛隊のね、お兄さんにね、服を着させてもらって車に乗れた。じゃじゃん、どうも、どうも、ゆうた隊長、どうも、運転してみてください。いいですね、かっこいいな、すごいな、似合いますね。ああ自衛隊になっちゃったらいいんじゃねえ、もうビビっちゃってるのかお前。あ、かっこいいね。いいよいいよ。ああ、パパ変態カメラマンみたいになってるな。いいよ、ナイスポーズ。ね、よし、じゃあとりあえず、はい、ゆうたくんこんな風に乗ってたんでね、あとまたいろいろ回って映したいと思います。はい、はいよー、じゃあね、はい、お客さんの方もね、だいぶ出てきたんでね、活気が出てきましたね、これ、はい、みんな各々ね、店頭に戻って頑張ってやっておりますから。もう天気もいいな、めっちゃ嬉しいな。はい、まちゃんもやぎっぱなしだな、朝からな。そうですね、まあ、頑張って今日もやぎっぱなしでやぎください。はい、はい、じゃあとりあえず頑張ってやります。はい、はい、ゆうちゃん、お祭り満喫してますね。そこまだは日本食いですか、今日は。楽しいね。あと、なんか見てくるとき、時間あるとき、どんどん見てきてね。よし、じゃあパパらお仕事してますんで、ゆうたくんは今のうち遊んでてください。はい、はい、はい、じゃあねー。よー、ほんとね、はい、今日ね、うちのクレープ職人がお休みなんで、うちのママちゃんがクレープ職人やってました。うまいもんだな。できねえんだ。え、うまいもんだ。めべこのぐらいできる上等だ。でもまあ、食べねえな、クレープ職人には。え、クレープ職人の、あれは安定してるもんな。安定してる、安定。やべえだ。え、調子に乗ったっけ。調子に乗ったのね。調子に乗っちゃって。なんだっけそれ。え、なんだっけ、調子に乗っちゃって。あ、ユリアン。ユリアンレッドリーバー。はい、はい、頑張ってやっててください。はい、お兄ちゃんはね、はい、着々とリンゴ飴バンバン作ってますので、みんな頑張ってんな。おめえも頑張れ。え、おめえも頑張れ。俺もうやっこでやったからいいんだ。よし、じゃあね、天気にも恵まれていけばね、いい感じのイベントなんでね、まだ10時ぐらいなんで、今からお客さん出てくると思うんで、ゆっくりまったり待ちたいと思います。多分あとまだだーって忙しくなってから。よし、じゃあまた。はい、はい、じゃあね、会場の方もね、だいぶお客さんにぎわってきたようなんでね、はい、笑い声も聞こえておりますね。ね、今ステージの方のイベントはね、今ちょっと空き時間のようなんですけど、はい、露店出店の方もね、ぼちぼちみんな並んで買ってもらったりしてますね。はい、いかがですか。あ、やっぱりこのイベントはな、まだね、お店とは違うね、楽しみがあるんでね、イベントは大好きでございますね。あ、ゆうたくんもまた来たな。はい、どうもゆうたくん。どうした、また自衛隊行くのか。違う。なんだ。そこでね、ロケットやってるんだ。ロケット。うん、どこで。ここでさ、あの水のさ、なんかさ、ぐるぐるってやってさ、水をさ、下までさ、減らして、うん、なんか遊べるの、あのさ、あるの、そういうの。へー、じゃあまあ楽しんできてください。ね、あと忙しくなったら手伝って。はい、じゃあね、はい、
ゆうたくんの方もね、なんか無料で遊べるの見っけで、ね、ぐるぐる楽しんでます。はい、じゃあまた。はい、おーい、じゃあね、今11時ぐらいだけど、だいぶ人出てきましたね。はい、はい、ピースさんのテントは 大繁盛したのね、はい、私のテントはぼちぼちでございます。お兄ちゃんまずリングアベ作ってんの。本日の一番人気はリングアベかな、これ。ママちゃんもクレープ大体焼きだめます。ゆうたくんはなんか自衛隊さんのとこにまだ遊び行っちゃうし、よっぽど気に入ったようです。はい、はいはいはい、よー、なんかね、途中でマーチャーいなくなって死んでな。え、おお、まあ、帰ってきた。おめえ、焼き終わった頃帰ってきたべよ、わざと。見計らってな。そこで見たもん。な、今焼き終わったもん、俺な。久しぶりに焼きそばやけ、手、検証にいた、これ、もう。え、うまいな。本当にぴったりのタイミングだったな。はい、久しぶりにマーチャーがいなかったんで、焼きそば焼いてみました。はい、上手に焼けました。モンスターハンドね、モンスターハンドだ。はい、おかげさまでね、焼き物の方もね、順調に売れてるんでね、よかったと思いますね。はい、マーちゃん帰ってきたんでバトンタッチしてます。はいよー、じゃあね、今お昼過ぎだぐらいかな。はい、マーちゃん、結局今日焼きそば焼きっぱなしだな。はい、ね、おかげさまでね、お客様の方も切れないで来てくれてますね。はい、ママちゃんは疲れたようでちょっと休憩しましたね。私もね、ちょっと疲れたんで一旦暇あるうち休憩したいと思います。はい、よー、じゃあね、はい、当店のリンゴ飴、お兄ちゃん頑張ったな、飴、リンゴ飴3色。お兄ちゃんなんか信号機作れて、赤と緑と黄色のリンゴ飴作ってました。やるな、飴。え、映えんな、映えっと、おめえ映えるから黄色持ってきれやったらやるよ。ああ、ところでよ、牛のテントみんな太った人しかいねえぞな、これ。痩せてねえから。え、いや、痩せてはいねえぞ。え、ガリガリだぞ。いや、まーちゃんとお兄ちゃんの間にとすげえ痩せてみえけど、全然痩せてねえから。だからガリガリやる。牛のママちゃんがすごくちっちゃく見えます。はい、とりあえず、はい、お兄ちゃんの新商品、はい、リンゴ飴ショーでございます。ほんと、痩せてる。はい、じゃあまたね。よー、じゃあね、はい、祭りも終わりの方だね、終盤でございます。はい、まっちゃん、今日よ、金さんいねえからよ、構いやすいなくてつまんねえな。え、もしかしてサンドイッチマンの伊達さんですよ。確かにちょっと似てんな。伊達さん似てんな。なあ、筋肉とおめえ、かもやめねえときお兄ちゃんのことかもってっか。あいつふざけてったな。なあ、やっぱり祭りは俺とまーちゃんと金ちゃん揃わねえと寂しいから。なあ、今度の祭りは金ちゃん今日滑るな。いや、寂しいな。今日帰ったら、じゃあ金ちゃんかまうべ。それで、あともうちょっとしたら片付けたんで、もう一踏ん張り頑張ります。はい、じゃあ焼きそば焼き、お疲れ様です。はい、邪魔だ。はい、よー、じゃあね、イベントの方もね、無事終了しましたね。はい、なんでね、今からね、ちょっと片付けの方進めたいと思いますね。はい、はい、みんなでね、片付けをさっさと終わらせて帰りたいと思います。あ、お客さんの方もずっとずっと引いちゃったんで、あとはね、私たちもさっさと片付けをします。じゃあとりあえず急いで片付けしますんで、バターン。いや、この日の上がりうちに終わるイベントってなかなか後ろもないんで、バタバタ片付けちゃいますね。はい、よー、じゃあね、はい、片付けの方もね、着々と進んでるんですけど、金ちゃん今日一人でお仕事してっから牛の唐揚げ売り切れちゃったんで、はい、お近所で出店した、ね、出店者さんのところで唐揚げ買って、これをお土産に金ちゃんに持ってってあげます。はい、あ、この唐揚げもうまかったから喜ぶかな。あ、喜んでくれていいな。とりあえずじゃあまだ片付け継続して続行します。はい、はい、よー、じゃあね、無事に荷物積み込み終わったんでね、本当はうちの方に戻りたいと思いますね。いや、こんな明るいうちに荷物積み終わるのなかなかないんでね。あ、とりあえず急いで戻ります。はい、
はいよー、じゃあね、無事にお家の方に戻ってまいりました。はい、みんなはあっちで荷物を落としております。で、私はというと、はい、まあこの方に会いたくて早く帰ってまいりました。使ったっけよ、おめえ。忙しかったですか。わあ、え、忙しかった。本当じゃないですか。あ、ピカピカじゃねえか、車。え、すんげえな、これ。終わったのか。終わりました。すんげえ綺麗なんだけど。初め見てねえから分かんないよ。すごい綺麗だな。ツヤ出し。なあ、すげえ、ツヤ出しだけでこうなったの。え、ガラスじゃなくて。ポリマーで、あ、まあ、ポリマーツヤでっからな。すごいね。意外。あ、この車はなんだこれ。インテグラ？インテグラ。え？インテグラだよね。なんだ、走り屋か、走り屋。うん？ハイエベな。ちゃんとシートも書いてあって。ああ、マニュアルじゃねえかおめえ。はい。走り屋だな。いや、いい車乗ってるね。いや、ところで金ちゃんよ。ああ、俺金ちゃんにお土産買ってきたんだ、これ。でねー、金ちゃんが今日は一人で頑張ってと思って、これモアズネル現場で、はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。唐揚げ買ってきました。あ、うちの唐揚げ売り切れになっちゃって、隣で美味しそうなの売ってたら買ってきた。ああ、お土産です。あ、いいですか。ああ、あたす。お疲れだからよ。はい、誰ですか。俺。ああ、かけちゃいます。もう眠い。とりあえず俺、あっちに荷物落としていくから。はい、わかりました。まあ今日は軽はなピンとしてことです。いや、いい仕上がりだと思うよ、これ。ピカピカだ。はい、いいね。ああ、もう一息頑張ってろ。もう一息頑張っていいですか。ああ、もう終わりです。終わりだな。終わり。帰る気してんのおめ。違う違う、電話して。ああ、お客さんに。終わりました。わかった。じゃあ俺はちょっと、はい、みんなでやって、まーちゃんとしんじとお兄ちゃんとバイバイじゃねえよ、おめえ。おろしてるんでちょっと行ってきます。まあゆっくり食い。じゃあね、はい、今度ね、次の現場の段取りでね、はい、こちらの棒にあった、あ、こいつは次の現場で使うやつんだから、次の現場の上のテントとりあえず一針落としてね、はい、まあ、ちゃんとケトラ君積みました。はあ、疲れだ。でも今日は今度はあと終わりの積み置きして、 あとは11月3日だな、俺は。疲れだな。はあ、まあ、今日も頑張った。とりあえずじゃあこれを倉庫にしまいましょう。はい。じゃああっちまで売ってお願いします。はい、はい。じゃあね、こっちの軽トラックのね、倉庫の方にしまいたいと思います。はい。はいよー、じゃあね、はい。無事に荷物の乗せ替えも終わって、下ろすのも下ろして、倉庫の方にみんなで集まってみました。はい。ママちゃんは洗い物してくれてます。はい。おめえ何ヘラヘラ笑ってんだ。何がっすか。ああ、この野郎。いや、笑ってないっすよ。なんだおめえ。おめえ何も悪いことしてるの、なんで謝るんだおめえ。ベルト投げから直してくんだ。なんだって、なんだってベルト投げやけど、ベルト寝てくの。タイミングベルト飛ばすけど。おめえら二人はおめえ、ちょっとふざけんだ。けん、後ろから引き飛ばしてやるよね。いや、やれちゃいますよ。やれちゃうよ。まあ今日ね、とりあえず金ちゃんいない中もね、みんなで力を合わせて頑張ってきましたんで、なあ、やっぱ金ちゃんいねえと大変だな。一人いねえとな。ケン、早く帰ってこ。いや、帰ってこない。え？え？帰ってこない。帰ってこない。まあとりあえず無事帰ってきたんで、はい、本日の動画はここまで。もう疲れちゃったね今日。もうさっさと閉めます。じゃあまだ早い。じゃあ毎日こっちに並んで。はい。あの大きい人こっち並んで、大きい人。仕事してる兵士が会社にしちゃう。なんで？意外だったって。なんだおめ。本当だおめ。ちょっとおめ。意外だったんだおめ。水割りしたなおめ。水しか出ないよ。水割りで水を割って飲んだから嫌なの。水を水で割って飲んでたんだ。ラビテに性欲ある。ただそれ冷たくしたんだけど。あ、そうとりあえずは、ケンちゃんの顔も無事見れたし、イベントの方もね、無事終了したんで、天気も良かったしね、意外ととってもいい一日だと思います。あと黙ってくるとこから物色し始まるから、もう動画閉めますから。そういうことで、またね、あのイベント各種ね、いろんな動画を作っていくんで、応援の方よろしくお願いします。いいか？
みんなはね、大きすぎてよ、固まってくるんだよ、こう画面からはみ出んだけど俺はみ出ん、まあ、こういうことで、これからもあの鍋チャンネルはみんなでいろいろやっていくんで、応援の方よろしくお願いしますじゃあまた皆様会いましょう、はい、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね、おだるが、けんちゃん切れた、バイバイいいんじゃな、はい、いやしかしいい車だなこれな、ハゲちゃんの目が狭いんだよ、えハゲちゃんの目が狭いんだよ、なんで太ってっから、はい、何逃げてんだ、一回ちょっと出ないの、ハゲちゃん一回ちょっと出ないの、だから腰折り、腰折りじゃんおめえらね、今カメラ切ってから見てるこのやろはい、じゃあバイバイ